次郎さんに話を聞こうと綾代商事に来てみたものの、約束がないと会えないって断られてしまった。急な来客には応じないってことか。ならひとまず通りかかった社員に聞き込みをしてみよう。聞いてくれそうな人がいるといいんだけど、この人はどうだろう。話しかけてみよう。はい、何か。お忙しいところすみません。僕は宇津木探偵事務所の者なのですが、少しお話を聞かせていただけませんか。探偵事務所、そうですね、お答えできる範囲であれば構いませんよ。ありがとうございます。立派な会長でしたよ。尊敬しておりましたのに。亡くなった社長の息子さんですね。事件の容疑者だと聞きました。綾代二郎さんはどんな方なんですか。社長とは正反対の内に強さを秘めた方です。それにとても冷静な方でして、社長が亡くなられた時でもほとんどうろたえた様子は感じられませんでした。当社の相談役ですよ。役員たちからも一目置かれている、とても優秀な方のようですね。本当にお気の毒なことでした。やっと新しい計画の目処がついたところでしたのに。綾代商事は今後どうなるのですか。会長と社長が亡くなられて、専務をはじめとする役員たちの手で運営されます。他に何か気がついたことは。あ、そうだ、お客さんを待たせてたんだ。社長と専務は会社内で対立していたということですが。ちょっと妙なことを言わないでくださいよ。そんな質問に答えられるわけないでしょう。すみません、お客さんを待たせてますので、もうこれくらいで勘弁してください。しかし、なんですね、ここの専務も危ないところでしたね。まったくですな。あの社長の計画がもし実現しておれば、今頃は専務としての立場すら危うかったでしょうな。正直なところ犯人には感謝してるんじゃないでしょうかね。ち、誰かに聞かれますよ。あれ、さっきの社員が戻ってきたぞ。客との商談が終わったのかな。何かの書類を持っている。すみません、もう少しお話を聞かせていただけませんか。あなた、まだいらっしゃったんですか。今、仕事中なんですけどね。社長と専務のことですが。ちょっとやめてくださいよ。専務の耳に入りでもしたら。あ、専務、おはようございます。おはよう。専務、こちらが申しておりました書類でございます。なあ、
その書類は私の机まで持って行ってくれ。かしこまりました。それでは失礼いたします。ところで、なんだね君は、こんなところまで来て。すみません、どうしてもお話を伺いたくて。まったく、探偵だかなんだか知らないが、相手をしてやることを感謝してほしいよ。アキラさんは遺言公開の日、誰かと会っていたようですが、次郎さんじゃありませんか？私がアキラと会う？冗談じゃない。あんな奴と話すことなど何もない。幹事さんのことですが。兄さんはもう死んだんだ。これ以上何を話せと言うんだね。失礼ですが、社長との関係について良くない噂があったようですね。誰から聞いてきたのか知らんが、仮にそれが本当のことだとしてもどうだって言うんだ。アキラさんが容疑者ということになりましたが、そのことで何か気づいたことはありませんか？奴が何をしようが私の知ったことじゃないね。今さら犯人が誰であろうと関係ないね。やれやれ、君が何を言いたいのか分かったよ。私がアキラをそそのかして兄さんを殺させたと思ってるの？大した推理だね。どう思うと君の勝手だが、君の探偵ごっこに付き合うのは真っ平だよ。もう会うこともないだろう。どうしてもまた会いたいっていうのなら、証拠でも何でも見つけてくればいいさ。もっともあればの話だがね。私は君と違って忙しいんだ。失礼するよ。指名手配されたアキラが警察に捕まれば全てがはっきりするはずだが。よし、今日も明神村で聞き込みだ。調査しなきゃならないことはいくらでもある。様子が変だ。村の人たちが集まってるけど、何かあったのか？ああ、ちょっと大変ですよ。恐ろしいことになってしまいました。村の人たちがよみがえったキクさんの姿を見たと言って、さっきから大騒ぎなんですよ。え？